昼は世界の上質工具専門ショップ、夜は会員制のトゥールスバー。こだわりの大人が集まる秋葉原で今宵はどんなディープトークが繰り広げられるやら。皆さんこんばんは。トゥールスバー4回目になりました。お手元にお酒は用意できてますかって本当にね飲みながら見てください、お願いしますということで今回はですね、このこちらちょっとねバイクですよ、バイク。まあ、今回のテーマはですね、ファクトリーギアの東京ウエスト店っていうのは、1階がハーレーのカスタムショップのジョイライドさんっていうねお店があって、2階が、まあ、ファクトリーギアなんですね。で今までですね、このツールスバーは結構工具メーカーさんとかですね、前回はDIY の関係で藤原産業さんの、寺根、役員にですね、役員というね役員寺根役員来ていただいたりとかして、まあどちらかというと、まあ、メーカーさんとかに来ていただいたんですけど、今回はユーザーさんがね、まあハーレーのカスタムショップの上にですよ、ファクトリーギアが来たらどうなっちゃったのかという話をですね、ユーザー目線でちょっとねお話しさせていただければと思いまして、この方お呼びしております。どうぞ。どうぞおかけください。はい、この人見たことあるかもしれませんけど、これファクトリーギア東京ウエスト店の店長で、薄井店長ね、薄井誠ね、こう見えて僕よりだいぶ若いというね、いくつ若いんだっけ、今いくつ、48です。48ね、僕より6歳も若いというですね、別にだからどうしたらいいのか、薄井君と、あとそのまあ東京ウエスト店の下にある、まあ、ジョイライドさんっていうね、ハーレーのカスタムショップの、まあ、代表の西田さんということで、お二人来ていただきました。よろしくお願いします。そして今回もですね、また銀座から来ていただきましたね、奥義社員に今日来ていただきまして、また美味しいお酒を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。で今日は、まあ、今日、まあハーレーなので、はい、アメリカのウィスコンシンのミルウォーキーに本社が、ビールで非常に有名な街です。ミルウォーキーね、はい、なのでちょっとビールを使ってカクテルを。ミルウォーキーってね、ドイツからの移民の人がすごくね多い町なんですよね。なのでまあスナップオンもねルーツとしてミルウォーキーっていう町が結構あるけど、僕の仮説ではそのまあね、ミルウォーキーにいたドイツの移民の人たちがこうビールやね、はい、工具やね、もうハーレーとかね、そういうものにかなり影響があったんじゃないかって思ってるんですけど、どうでしょう。多少なりあるっすないことない、ないことないで今日はね、西田さんね、このバイク乗ってこられたんで、これで難しいな、もう奥義さん来てもらってる、なんとノンアルコールですよ行こうというリクエストでございまして、まあ、ノンアルコールでちょっとアレンジしていただこうと。で、うせくは寝るんだよね、予定ではね、飲んでね。いや、まあ今日もね、成り行きによっては。この人、飲んでね、上の公園で床止めになったことある本当にね、危険なのでね、まあいいよ、今日寝ても、なんとかするから。よろしくお願いします。ということで、はい、ビールと、あ、これ知ってる。そうなんですけど、ちょっとまあ普通にビールを注ぐだけじゃつまらないので、ちょっと飲みやすいように仕上げようと思って、わざとこう最初に思いっきり泡立てます。へえ、はい、でちょっとしっかりしたビール使ってるので、エビスビール、はい、えぐみを飛ばします。泡を思いっきり泡立てることによって、これかき混ぜたりするんじゃなくて入れ方で調整するんですか。そうですね、入れ方で調整できます。今どうやって入れるの、ちょっと喋っちゃってあれだったもう最初に勢いよく注ぐっていうイメージで、あ、ガーッとですか。はい、でそれでちょっとずつ、そうですね、泡消えるのをちょっと待ちながら、この辛いウィルキンソンですよね、これシャンディガフって言うんですよ、うん、そうですね、シャンディガフなんだけどちょっと一工夫、はい、まあ、ただのビールでもつまらないけど、ちょっとカクテル、すごい泡がね。どのぐらい泡あれしたいですか。まあどうでしょうね、やっぱり7-3ぐらいが一番よろしいかとは思います。これ0と普
通の恵比寿でやってるんですよ。そうです。間違えたりすると大変。大丈夫です。きっときっとこんなになったら大丈夫ですか。その前友達で2人で寝ちゃうから。う、泡がちょうどセットアップされるまで少しお話をしたいなと思うんですけど、まあ、あのジョイラードさんっていうお店が1階にあって、でなぜ2階でファクトリーギアをやることになったかっていう話からね、うん、ちょっとしたいと思うんですけど、あのまあ、もともと私のね友人がジョイラードさんのお客さんで、はい、で、まあ、あの彼がうちのお店に遊びした時に今からちょっとハーレーショップ遊びに行こうって言われて連れてかれたのが西田さんとお店だったんですよね。はい、そうですね。はい、でちょうどその時に、まあ、あの東京ウエスト店って昔あのイオンの中にあったんですけど、そのお店の移転先をこう探していて、ちょうど同じエリアだったんですね、たまたまね。それで、まあ、その2階が空いてると、どうしようかって言うんで、ハーレー屋さんの上にあのファクトリーギアができたらどんな店になるんだろうというので、まあ、あのなんとなくその場の勢いというかね。そうですね。だからもう西田さんがすごいもうなんかこう素敵な方 でなんかこうね、西田さんと一緒に仕事したいっていうのもすごくあって、それでなんかあのねこうやることになったという流れで、ちょうど1年 ね去年の5月にオープンしまして、ちょうど1年間で、あのまあで、あのその当時ですね、うちの臼井くんは博多にいて、結構もう九州が楽しくって、もう帰りたくないモード全開で帰りたくないって言ったんだけど、ハーレーショップの上だよって言った瞬間にいいですねっていう感じで帰ってきたということでね、はい、もうハーレーの店である工芸をやるんだったら臼井くんしかいないっていうので、この人もまあハーレーのということで、まあ今日は本当にあのもう かなりね、西田さんもベテランさんなんですけど、そのベテランさんがもうね、工芸屋さんが上に来ちゃって何があったんだというような話をね、今日ちょっとしたいと思います。ということで、ちょっとよろしいですか。はい、どうも。じゃあ、いただきます。はい、うん、おいしい。飲みやすいですね。これ、なんでいつも飲んでるシャンディガフとちょっと違うの。やっぱこれ、ビールの元がちょっとね、恵比寿なんで、エビスなんで大人だよね、はい、シャンディーガフがね。こっちゼロゼロですもん、ね、美味しいです。やばいな、すぐに2杯目だ、うん、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫ということで、2杯目大丈夫らしいので ねちょっとさ、もう薄いくんさ、いや、あのね、西田さんはいいよ、こうジョイライドのカスタムショップのオーナーでね、俺一応ツールスバーだからこうジャケットとかちゃんと着てこう石田純一風に素足に頑張って革靴履いたら靴擦れしてるのに、あんた、ね、ラフだよね。いいんだけどさ、せめてファクトリーギアとかディーンとかなんかね。すいません、忘れてきました。忘れちゃったの、アイアンハートね。今一応こだわりのファッションなんでしょ。そうなんです、ね、前ハーレー乗るとはこの上下、その上下もうちょっとなんかでもハーレー乗るさ人ってさ、もうちょっとなんか こういう感じでなんかもうちょっとマッチョでさなんか胸板薄すぎない、ハーレー乗るに。いいの、それ大丈夫。大丈夫です。病気とか大丈夫。大丈夫です。本当もう細く長く生きて、細く長く生きて大丈夫です。細く長く生きてくれればね、ちょっといいけどね。まあね、全然高校の話にならないけど。じゃあまずちょっとね、西田さんにちょっと今までの経歴っていうか、じゃあ西田さんがなぜハーレーカスタムショップやるのかっていうか、もともとどんな流れで、はい、まあこうバイクとかと関わるようになったのかとか、ちょっと今までのその、まあ、ショップやる前までにどんなね、キャリアがあるのかっていう話を、うん、はい、してもらえればと思いますよね。はい、まずはパーツメーカーにアルバイトを始めて、それいくつの時ですか。21ぐらいですかね。うんうん、なのであのそこでオートバイのパーツに携わる仕事を始めて、うんうん、でそのバイト期間中だったんですけど、開発業務をやるように、うんうん、ちょうどあの、ストリートさっき話した TW とかが大ブームになった時に、こうまあストリートのファッション価格に乗る人たちがこう一気に増えた時 で元いた会社がまあレース上がりの人とかばっかりなんで、そっちが分かんない、僕は当時生意気なので
こんなパーツやればかっこいいじゃないですかっていろいろ言ってたら社長にお前がやれって言われて、うんうんうん、バイトですけどバイトでもいいからお前がやれって言われたのがスタートで、じゃあそこはまあじゃあバイク業界に関わるきっかけで、そうですね、そうです、じゃあジョイライドさんのねバックヤードにこうファクトリーがあって、でまあ多分写真がこうちょっと出てくると嬉しいなね送ってください、はい、写真が今こうね出てくるんですけどね、いやいい空間ですよね、あれね、もう旋盤があってフライスがあって、でまあいわゆる本当に工場で、匂いが好きね、油の匂いとさ、あとやっぱ切り粉を切ってる時鉄の匂いとかがして、もうあの空間の中でもう下手くそよできないし、だけどあそこにいてこれ何日間かそころで、やりたい時だけやって、やりたくなくったらコーヒー飲んであとなんかね、でそういう、もう男にとってはやっぱり職場なんだけど、ああいう空間あったらいいなって思うような場所で、でも西田さんはつまりあれ、まあ、ああいう機械を使って自分でパーツ作っちゃったりしてるわけですよね。そうですね、はい、それのための道具ですね。そうね、それはそうですよね。あれね、もうなんか戦車作ってんじゃないですか。やっぱりちゃんとね、バイクのパーツ作ってるっていう、あれですよね。で、あれね、でも僕見る限りでは結構旋盤とかも年代物のやつで、うん、で結構職人さんの技術とか必要な旋盤じゃないですか、はいはいはい、そうですね。あれをね、誰か師匠とかに教わってやってたのか、どうやって覚えたんだろう、使えないでしょ、だって見たって分かんないよね、うん、一番最初はポッシュの頃に、うんうん、まあ、先輩方が多少使える人が数名いたので、はいはい、まあ、スイッチと静転逆転と、ね、こう前後左右のダイヤルはこうだよぐらいな感じのことだけは基本の操作を教わって、でも結局回転数とね、はい、あと穴のサイズとね、はいはい、あと送りの速度と、でそれって書いてあるけど、はいはい、全然違うじゃないですか、そうです、その相手の材質とかなんかによって全部違って、はい、そうですね、でそれ結構もう散々ね、はい、折っちゃったりとか、そうですね、はい、焼いちゃったりとかするじゃないですか、そうですね、でそれはやっぱり自分でそうやりながら覚えて、うん、あとはその商品開発をしてたんで、まあ、結構生産現場に行くことがあるので、そこにいる職人さんにちょっとすいません教えてくださいって言って教えてもらって、それをちょっと帰ったら試して、分かる分かる、なんかでも嬉しいですよね、あれ職人さんね、結構 言わないんだけどちょっとそれ聞かれると、でまあ手見せろって言われて、手見せて黒いと、あお前もやってんだなって話になると、まあいい話だな、なんかねグッと距離が、まあ、爪がどうしても間が汚いままに普段なっちゃうんで、でまあもうお前もやってんだなっていう話になると、急にこう結構深いところまで教えてくれる方が多くて、なんか話しそうじゃうけど、僕昔ね、仲の良かった女性がね、やっぱりあれですよ、20代の時だったけど、爪が黒い男の人にね、男を感じるっつって、ね、言ってたぐらい、なんかやっぱそのなんかね、その子は確か親が職人だったのかな、なんかでやっぱりお父さんがいつもそういう仕事をしてて手が黒くて、だからそこにやっぱり男とか父親を感じるからね、話をしててね、でやっぱりそのなんかお店でもね、やっぱり我々の仕事って結構さ、もうそういう人たちが多いじゃないですか、で結構そういう人たちってこう手が汚いからさ、うん、なんかお店でも少しこう遠慮したりするんだけど、 で、ね、でも僕らは逆になんかそこがすごいちょっとなんかこう、あ、なるほどね、あこの人もうなんかちょっとやってんなみたいな、やってんなみたいな、はい、なんかそれは多分あるんでしょうね、はい、みんなね、そうなんですかね、はい、じゃあもう盗み見た感じですか、じゃあ本当に誰が手の弟子っていう、そうですね、あとは失敗し続けて、まあ歯も何本とか分かんないですし、バイトも壊しましたし、まあ当時は社員なんで、まあ、すいませんっていう社長知らないところでいっぱい壊してました。バイトもほら角度とかにあるじゃないですか、そうそうそう、でそれで45度がいいのか90度がいいのか、ね、なんで分かんない、とりあえずチップのカタログを取ってみて、うん、まあとりあえず見て自分がやりたい用途を探して、で、あとはその道具屋さんにこれってどうなんですかっていうのを聞いて、うん、コーティングある方とない方と、でこういう時は送りどうなんですかっていうのを教えてもらったの、あとはやってみるっていうの、いやーね、やっぱり昔のね、それこそ僕らがね、駆け出しの頃ね、まあ工具屋の駆け出しの頃っていうのはまさに本当そういうね、もう今忘れちゃったけど、バイトの型番とかいろんなのでちょいって言われたしね、33の3ね、はいはいはい、とかいうのでね、ですぐにもうパッとこうさ、そうですね、角度がと、右左 ね、 そうですね、覚えたりとかね、はい、溶接棒だってさ、うん、0度44とかね、はい、ビートの何とかね、はい、知らないでしょ、そうですね、溶接棒のね、硬さとかね、
でそういうのでいろいろあったりとかね、要素によって違って、はい、それも結構職人さんの技があって、ね、人によって全部言うことが違ったり、ね、はい、ゼロだ、煙が出ねえけど誰なんだよとか言うね、ありますよね、はい、B33 だなとかね、はいはい、でそれ最初何言ってるかトンチンカンで分かんないんだけど、うん、そのうちそれがだんだんこうパズルのように組み合わさってくるようになると、それがまた ね、ちょっと面白いというか、はい、そういうのができますね、うん、まあもう半自動のそれこそ送りだったりとか ね、でそういうのも全部技があって、またそういうのをね、やっぱだからこう知ってらっしゃった上でのカスタム屋さんなんで、もう本当自分で作ってパーツ取り寄せて組むっていうんじゃなくて、本当このバイクちなみにあれですよね、はい、こう売り物じゃないんですよね。売り物じゃないですね、はい、オーナーさんがいるバイクです。ハーレーだと思ってるかもしれないけど、ハーレーじゃない、ハーレーじゃないんですよね。カスタムバイクですね。カスタムバイク、チョッパー、はい、ハーレーのところはどこなんですか。フロントフォークの左右の黒いやつだけ。フロントフォーク、ここがハーレー、外だけですね。ハーレーって言っちゃいけないけど、ハーレー、はい、まあ、ベース設計、エンジンのベース設計がハーレーです ね、さっき聞いたんだけど、ここだけで僕のスポスター1台分っていうでそうでしょ。そうです。ヨスイ君のここだけのエンジンかなりやっちゃってるバイクだと、はい、でいうことで、でまあそういう2社さんと、あとヨスイ君もねちょっと紹介したいと思うんですけど、彼はですねもともともうファクトリーギアで仕事するようになって何年、もう15年ぐらい、15、6年、はい、でもベテランさんで、でこの人はですね工具が大好きでファクトリーギアに入ったっていう経歴 でさらにそのもうバイク好きでね、で元々はハーレーなきゃね乗れねえよって言ってたのにで今最近すごいんだよね、ハーレーね、はい、今はそうですね、うん、2台ちょっと持たせていただいて、西田さんにいろいろ教えてもらいながらちょっといじって、うん、走ってというような形で楽しんでますね。で薄井君はね工具に関して言うとですね、かなりですね自己主張が強くてもう自分のおすすめをですね無理くりこうお客さんにねそのワールドをね広めていくという人なんですよ。でこの薄井くんがそのねお店の2階にいる西田さんはどうなっちゃったのかというので、まあちょっとね、まあここからやっと工具の話になりますけど、まあまあ西田さんがまあ工具との出会いっていうので言えば、はい、まあおそらくそのアルバイト時代から、そうですね、その最初から工具ってネジ外す時には必ず必要なものなんで、はい、まあ何かしら使うことになったと思うんですけど、はいはい、まああるどっかのタイミングで必ずこういい工具にグンってこう惹かれる時があるじゃないですか。で多分まあハーレーのカスタムさんなんてもう周りにそういう人たちすごい多いでしょうから、うん、そうですね、はい、それきっかけになったこととかって覚えてますか。最初は会社の工具箱に、まあ、KTC とか車載工具とかシャクシャクシャって入ってたのが、はいはい、その中探して使うっていう中で、まあ、先輩がちょっとスナップを持ってたり、はいはい、まあ、ちょっとそんなのを使ったらそれがすごくいいものに見えて、ちょっとスナップを買ってみようって思った時に、まあ、バンの人が来てもらって、質問ですけど、はい、その先輩のスナップは借りれなかったんですか。やっぱり借りれないこともなかったんですけど、うん、メカニックはそういうのいじるんだったら自分の工具でやりたいなっていうのがやっぱりあって、借りる時は借りてましたけど、基本はその会社のその雑多なダシャドシャっていう中の工具箱から使ってやってたんで、どうもこう統一感もなければ、まあ舐めてるのもありますし、なんか芯がずれてるような工具とかもいっぱい入ってるようなやつだったんで、でもとりあえずなんかそのスナップオンって言ったらもうみんな憧れる。やっぱりあれですよね、先輩が使ってる絵がかっこよくてっていうのはね、明らかにあれ俺本当にさまあ、お店に立ってる時にハーレー乗ってくる人に工具当てる時にやっぱりこれ不思議と僕はアメリカの工具とハーレーってすっごいこうなんかもう絵がさ、そうっすね、ね、ハーレーダビッドソンって書いてある横にKTC ちょっとやっぱねピカッていうピカッてなってないとなんかちょっとね、特にスナップオンの当時のねやっぱり今のスナップオンよりももっともっとなんかこうスリムっていうかなんかコンパクトでシャープな感じがしたらね、今結構すごいぼってりしてるところもあるけど、なんかシャープな
デ, こうデザインでハーレーにパーって当てがってるさ絵がかっこいいですよね。そうですね。ただ僕ハーレーはだいぶ遅咲きなんで、初め国産車だけだったんです。あ、そうなんですか。じゃあ最初にいじったの、スナップでいじったのは国産車。もう国産 SR です。あ、 SR。 でちょうどそのシングルブームで僕 SR が大好きで、うんうんうん、で開発業務がまあ調子よくこういろいろ出せば売れてる時代的なとこもあって、出せば商品新商品出せば売れるっていうと聞いて、まあいろいろこう僕もそのじゃあ何欲しいこれ欲しいっていうのも会社も言うこと聞いてくれますし、景気もいいし、そうです。で SR をこう何万円かで友達から買ってきちゃ、会社に企画書を出してこういうコンセプトのデモカーを作りたくて、これに対してこういう新商品を出しますんで予算出してくださいって言って作らせてもらえてた時期があって、まあ会社のお金自分のやりたいカスタムで言うんで、それは楽しいじゃないですか。言ってる時にそういうやっぱ工具もちゃんとしたのが欲しい。なるほど、なるほど。じゃあ最初に買った工具はラジェットですか？違います、コンビです。あ、スナップコンビネーションレンジ、はい、に紹介してもらって来てもらって、まあ、当時ゲップが聞いたんで、はいはいはい、僕も若いのでお金なかったんですけど、うんうん、いきなりは買えなかったんで、とりあえずゲップにしてくれ、月3000円でいいよって言ってくれて、うんうん、でスパナのコンビのミリのセットを買わしてもらったのがきっかけだったんですけど、うん、どうもこうトルクをかけるときにこの刺さる感じがちょっと嫌で、スナップを、はい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 、使っていくうちに、うんうん、最初はすごいやったスナップオンだって使ってたんですけど、うん、でその中にあの会社の雑多な工房に1本だけマックがあって、うんうんうん、でたまたまその14ミリかなんかを使ったときに、うん、自分的になんかしっくりきて、マックのコンビネーションレンチってあのスナップオンのコンビネーションレンチに比べるとそのこう角張ってるじゃないですか。そうですね。それでね、僕よくこれは本当に2つの意見があってね、はい、で僕、まあ、ディーンのレンチを作る時でもすごい考えたことなんだけど、うん、スナップオンのレンチの側面のここってのはこう、はい、こういうふうに、はい、こういうふうになってるでしょ、はい、でマックってこうまっすぐになってて、ね、この角が痛いっていう人がいるんだけど、はいはいはい、だけどスナップオンを使ってる人は逆にスナップオンが痛いっていう人はこの、はい、この丸のここが食い込む感じがして痛いっていう、薄いんでどうも嫌だったんです。あんたが要はこういう感じでこれが突き刺さるのとこうなってて、ここが手のひらに当たるのので一番力がかかるのは実はどこかっていうとここに力がかかるから、こういう形の方がこういう形よりも痛くないんじゃないかっていう話ですよね。これ面白い。これ2人いるよね、2パターンね。で皆さんはこっちの方がなんでマック派になっちゃったんですか。あ、じゃあどっちかっていうとディーンもねこっちなんですよ。はいはいはい、そうですね。あの、はい、それでこれがやっぱり痛いんじゃないかっていう、はい、なんかねこれ人によって違うという。大丈夫、お母さん分かる、はい、分かる、ね、そうだよね、うん、それからちょっと割ともう、ま、あの先にスナップオンバーに来ていただいてたんで、うん、割とゲップまくりでこうちょこちょこちょこいろんなの揃え始めたとこで、後からこうそれを知ってしまって、これどうしようかなって、あとはだんだんこういい工具を使うようになってから、なんていうの、これを使って失敗したら自分のせいっていう、こう、ああなるほどね。そう、なんかちょっと自分のせいだとしても工具がちょっとなめ、なんか少しあれだとすると工具のせいにしたくもなるんですけど、この工具使ってミスしたらお前が悪いって自分に言い聞かせられる気がして、それもこう買う言い訳にしながら工具にこうお金使いたいんでいいお客さんね欲しいわけですよ、買う口実が欲しいなんでこう揃えていったんですけど、マックでそれに気がついちゃってからはもうちょっと、じゃあ逆にこのマックじゃないとダメだこれ、僕 あんまりメーカーをごちゃ混ぜにするのが好きじゃないかったんです。一途なんですね、結構ね。なんですかね。一途な男だね。結構、うん、そう、いや、いやで、やっぱりマックブランド、クニペックスをマックで扱ってるじゃないですか。だったらクニペックスはいいんです。あ、クニペックスはいい。そうそうそう。バーコ、まあ、クニペックスはマックでもやってるじゃないですか。ただマックって名前が入ってるだけで、コブラがあるんだったら、別にそれはクニペックスで買えばいいじゃないかって買うんですけど。クニペックスを買って、で、マックって自分で書いたりする。それは OK。そういうのはあれ、ちゃんとマックが認めて、でもこれはもう正規で扱ってるよってだったら、別にそのブランドを直接買うっていうのは、マックが入ってないからやるとかっていうのはないんですけど。
はい、あともうトルクレンチ何しろ全部こういう全部マックにしたくて、龍華が頑張っていろいろ揃えてって、まあ、最初に買ったスナップ音は、うんまあ、とりあえず友達とかに買ってもらって、うん、それからマックを一途にこう揃え始めて、ほんとマックばっかりでしたよね。だから1年前にもうジョイラズさんにいた時にはもうまあ全部ね箱から何からもう2つぐらいあってもう入る隙ないなと思ってたんですけどそう1年経ったらもうフィックスそれはねその後どうなったかっていうのは小臼君もあれだと思うんだけど、あの別にそのなんかあのディーンの工具でとマックが一緒のがいっぱいあるじゃないですか。でそれがきっかけだったとかそういう話じゃなくて、単純に2階に行っていろんな工具見てるうちにいろんな変化がね、はい、そうですね、僕出てきた。その基本工具を買う場所はマックバンのあの中しかないんです。で毎月もらうチラシと、あそこからのチョイスしかなかったんですけど、まあ、ギアさんが2階に来てからもいろいろ店舗を見せていただいたら、まあ、僕が知ってる頃の工具がものすごい幅が広くいろんなメーカーが出てて、まあ年とともに丸くなるっていうんですかね。いいものは素直に認めなきゃいけないっていう。なるほどね。そうです。僕、まあ、カスタムやり始めた頃も最初はこのスタイルじゃなきゃかっこよくないって思ってたのが、だんだんとこう、まあ、やっぱあれもかっこいいしこれもかっこいいしってなっていくようになってきたのと、時を同じくで工具も。じゃあ最初に例えばファクトリーギア行って、うわこれなんだろうって言うんで、ちょっとこうキュンってしたのは どういう工具ですか？ハゼットとネプロス。おお、ちょっとハゼットがコンビですか？ハゼット、そうですね、コンビですね。コンビ。あと X の、はい、ちょっと俺ハゼットのコンビそこにない？ある？なんかないかな？ハゼットのコンビネーションレンチの何にキュンときました？軽さ。はあ、軽いですよね。軽いのと持った時の感じがすごく良くて、これがあのハゼットでございます。まああの持ったことない方もいらっしゃるかと思うんですけど、軽いですよね。軽いのとあとここのさっき言ってたここの感じがマックよりかいいじゃないですか。カクカクじゃない。なるほど。ゆるい R だからと。で、梨地で、はい、で、軽い、うん、で、あとは僕選ぶときはここがこれ以上厚かったら多分買ってないんです。ここが厚いやつ入んないんで。実はこの高さで、実は昔一回スタビレに浮気したことがあって、うん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 、コンビ気になって買った時期があったんです、うんうんうん、マック揃えて人揃えしたぐらいで、うん、で、スタビレはここが厚くて、うん、で、僕はそれで結構入んない場所があったりして、うんうん、たのとスタビレもインチが揃わなかったんで、結局断念してやめちゃったっていう経緯があったんですけど、改めて2階で見たらこれがその辺が全部いいじゃんと。これね、あの僕ねやっぱりちょっとこうハゼットの人に、まあ、ドイツ行った時に聞いたんだけど、よくねそのほらドイツ工具って梨地だから滑らないって話があるんだけど、はいはい、でも実際は梨地だからとポリッシュの工具がどれだけスリップ違うのかっていうと、そんなにどうせ油ついちゃったりとかあのしちゃうのであんまり変わらなくて、それよりも彼らが言ってたのはここのね刻印、こっちにね要はこうこのこだわりがあるっていうか、このこういうふうにへっこんでてベコベコしてるでしょ。やっぱこれがやっぱこう滑り止めとしては非常にこう、だから刻印にまで機能を考えてるっていう話でしたね。やっぱりそうなんですね。だアメリカ工具ってプレーンなあのピカピカのミラーフィニッシュのところにスパーンってこうスナポンとかマックって売ってるけど、あのハゼットの場合はもうここの刻印自体がやっぱり滑り止めの機能があるっていうので、それで僕ディーンのねあのディープオフセット作る時にかなりそこはちょっと意識してね、これ難しいですよやっぱりこの刻印が綺麗に出すのはね。でもねコンビネーションレンチってあのまあメガネとスパナがあるからコンビネーションレンチって言うんだけど、これあの実はそのメガネとスパナがくっついたあのコンビネーションのレンチっていうのはもう1800年代からあって1900年の前からなんだけど、ここにオフセットの角をつけてここにこの立ち上がりの角度をつけたレンチっていうのは1940年代にあのプロトの前身のプロムツールっていうところが作った、もうアメリカのデザインですねこれね、このコンビネーションレンチ自体は。でそのアメリカのデザインのこの形が非常にいいっていうことで使われてるんだけど、西田さんはなんと
スパナ部分しか使わないんでしょ、ほとんど。ええ、そんなことないですよ。こっちも使います。使うんです。で、メインはこっちを。基本はそう、まあ、入ればでね、こっち使うんですけど、割と入んないことが多いんで、こっちを使うことが多いです。ね、これコンビネーションレンジ全然使わないっていうメカニックも いたりするよね。でも、メガネ大好きっていう人も、やっぱ両メガネ持ってないですよ。コンビネーションレンジ、はい、コンビか、こっちがソケットになって首振れるやつか、あとはもらずっと。なんかさ、よくさ、あのほら、おじさんがさ、なんかすごい老快なメカニックのおじさんがキャンってやった後に、はい、キャンってやってシャンシャンシャンとかやるじゃん、あれかっこいいですよね。コンビネーションレンチをあのシャンってもうなんかやるじゃないですか、はい、あれが、はいはい、この先っちょだけで、はい、キャッキャッキャッって早く回すの、はい、あれが、はい、かっちょいいなといつも僕は思うんですけどね。じゃあその派ですよ、どっちかですか。そっち派ですね。で、あとはもう入んなくてメガネの形状になったトルクアダプターを使うので、あー、なるほどね。メガネ自体は僕はほとんど使わない。ないならないで全然固定だから。じゃあまあこれハゼットのコンビネーションレンチが最初のファクトリーギアの、そうです、ね、マックから浮気する浮気なのか本気なのかね、離婚なのか再婚なのか分かんないかっていうぐらいの感じの機会、これだったですね。そうですね。で、次は何ですか、次は。次、ネプロス。ネプロス、これまたすごいよね。そう、ネプロスはずっと気になってたんですよ。気になってたんですけど、まあ実物もそんな見る機会ないですし、結局僕、このハゼットもそう、ネプロスも全部揃わないじゃないですか、インチまでが。細かいとこまで言うと。なんで、ちょっと敬遠してて、嫌だったんですけど、気にはずっとなってて、で、臼井さんにいろいろネプロスのいいところを伺って、なるほどなと思ったんで、で、今回その一揃えこう工具を通常整備するのに一揃え欲しくなっちゃったんで、じゃあもう好きなやつをメーカーごちゃ混ぜで作ろうと思って、で、臼井さんにいろいろアドバイスをいただいて、臼井ワールド入ったわけね、臼井ワールド。ネプロスの良さはこうです、であのハゼットはこう、スタビレはこう、いろいろこう、貢献はこうっていう各メーカーの、まあ、こういろいろなのを聞いた上で僕は実際触らせてもらって、で、ネプロスは本当使って本当良かったんですけど、ボルトにこうスッて、ソケットなんですけどね、スッてはめてかけた時の一発目がかかったこの感触がすごく良くて、で、なんでですかっていう話をしたら、そこもこう結構タイトに攻めて作ってます。JIS、の企画というよりかはこうちゃんとそっちを考えて作ってる、でそういうところになんかすごく日本人さすがだなと思って。あ、なるほどね。で、薄くそれ何自信を持ってネプロス、はい、珍しいね、スナッポン好きなのどうしたの。いや、それあのいいところはちゃんとおすすめして、はい、ご紹介して、やっぱりその そこ結構如実に感じました。グッっていうのもその要は、はっきり言って KTC がさ、すっごいそこ狙ってるところじゃない、はい、あのもう例えば JIS のコースよりも、もうあれはっきり言って JIS 企画工具じゃないんですよ、JIS の企画からずれてる工具なんで、昔の企画で言ったらこれダメ工具ってことになっちゃうんだけど、そのぐらいタイトに攻めてるやつなんで、だから変な話、あのアジアだと売れないとかいうのは、要するにネジの方が規格にばらつきがあるとネプロスとか入んないですよ。はい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 、なるほどなるほど。だから貢献とかは面接職で、あれ結構こう面倒さえるんで、相手のネジがこうばらついてても、だからアジアでとかで貢献どこにでも売れるっていうのは、そういうちょっとね、面接職がすごいっていう話だけじゃなくて、そういう戦略的な背景もあって、だからネプロスにしても、例えばジールね、ジールもあのスタンダードツールとジール、貢献のジールは交差が違うんだけど、だからジールは最初からもうアジアで売らないみたいなのは、実はそのもう態度だからねっていうのがあるんですよ。ハーレーでいうとキャリパーのボルトが10ミリなんですよ、頭が12ポイント、でそれにかけて使った時に、おおって思う。あー、気持ちいい。まあ正直マックとかスナッパーは割とズルズル、もう結構クリアランスあるじゃないですか、だから入んないボルトもなければ、ただこうしっかりした感じもないけど、使う分に遜色はない工具っていう認識なんですけど、あれをかけた時の感じが本当今までこう使ったことないやつだ。KTC さん、よかったですね。ユーザーの声ですよ。確かにね、それはあると思いますよ。やっぱりそのネプロスの場合は、やっぱり個体差がすごく少ないっていうね。だからメーカーってやっぱりある一定のこっからここまでで同じ
ものをたくさん作ろうとするんだけど、はいはい、どうしてもそこばらつきが出ちゃうんだけど、うんうん、そこは、ね、日本人なんで個体差をなくすって、もう交差の部分だけじゃなくて、はいはいはい、基準としてる交差だけじゃなくて個体差が、だからね、あの僕昔その、まあ、もう今から20年近く前にファクトリーギャーマガジンっていうのを最初に作った時にね、はいはい、でこう、まあ、スナッポンを検証しようみたいな時にスナッポンのソケットをブワーってだ見せながらできることなんだけど、はい、普通はみんな1個しか見たことない。そうですね。でもスナッポンの遠ミリのソケットが20個とか30個並べられるのはお店だからで、はい、てかもうよくもね、そんな遠ミリ30個とか在庫したなってその頃と俺の気合あったら入ってたらと思うんだけど30個のソケットを並べてみると高さが違うんですよ、やっぱり。あ、スナッポンなんかはね、はいはい、でロットが違うとやっぱ高さも違ったりとか、それ結構あるのにびっくりして。だけど KTC の工場行ってネプロスを見るとシャビャーン、シャビャーンでガーゼはめた検査したらシャビャーンって、やっぱあれがね多分その、はいはいはい、あの違いだと思うんですよね。なるほど、うん、ね。それ以来ラチェットも僕40ギアでしたっけ、僕使って。36でしたね。36の、はい、全然90ギアとか引かれなかったんですよ。それが僕マックが良かったんで、別にギア数が足んないんだったら自分が動けと思って整備をしてたんですけど、はいはいはい、KTC のソケットを使ってから今度 KT あネプロスシリーズが気になるようになっちゃって、うん、じゃあちょっとラチェット欲しいなとか、うん、でエクステンションも首振り以前使わないって言ってたじゃないですか。なんだけどネプロスのカチってできるやつを見たら。これね、こんなにいいのあるんじゃん。今日ちょっとさ、なんか工具持ってきてもらってるんですよね。でちょっとあのバイクに当てていろいろこうちょっとね、まあ、こんなとこで美味しいよみたいな話をしてしてもらおうかと思うんですけど、はい、いいですか。はい。で今日ね、あのまあこれマイ工具ですよね。はい、マイ工具。これマイ工具はネプロスの、はい、首振りの渋市、はい、渋市とティーンのボールジャン。ボールジャンってこれはね、に駅場、これ長さは150の駅場靴。僕ね、あの前ジョイライトさんで聞いたんだけども、ハーレーはもう駅場必須なんですよね。そうですね、かなり使うっすね、種類も。てかハーレーに限らずバイクってみんな駅場必須なんでしょ。あっちちだから、あっちちで、あとはちょっとここの奥まってるやつとか結構多い。あで、このユニバーサルジョイントとか首振りとか使わない派だったわけですよね。ここは使ってたんですけど、このエキバーの首振りは使わなかったんです。その力入れたい時にちょっと逃げる感じとか、結構トルクをがっちりかけたいんで、って思ってたらこれこうやるとロックされるんで、なんて便利なもんがあるの。早回ししといて、力入れる時だけ、力入れる時だけこうまっすぐ入れてカツンっていっといて、でいけば、うん、はい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 。なんで最近買いました。これでももう定番なんだけど、案外まだよく知らない人もいると思うんですけど、まあこれね、この駅バーがこういうふうに首振り状態でこれ押すとロックするね。でこれあのこれだけのものって結構あるね。そうですね。でもこれがカチャってなって、はい、でしかもこれはね、僕ね実は何度もあのこれ作るためにいろんな挑戦したんだけど、はい、本当に難しい。これあの本当にしっかりロックして、しかもなおかつこう首振りを作るのはすごく難しいんだけど、はい、やっぱネプロスはすごいですよね。でこれあのあとディーンのこれもこれユニバーサルジョイントじゃなくて、まあ、こうボールジョイント型になってて、ね、これも日本製の素晴らしいやつでこうね。ユニバー動きが一定じゃなくてあんま好きじゃなかったんですよ。あのカクンコン、カクンコンってなるでしょ、カクンコン、そうそうそう、これがいいと、はい、でこれに今ちょっとディーンのソケットつけてます、はい、で実際にどこでこうこのバイクはこことか全然工具入りやすいんでいいんですけど、バイクによってはこの辺にマフラーが取り回し的にこうどうしても こうじゃないとかけれないやつがあったりするときに、この2つの組み合わせはかなりこうどこでもこう入ってやってくれるんで、すごい便利、うん、ね。これ首振りのこの長さのラチェットにしてるのはなんかやっぱり薄井君的のにおすすめしたの。これも西田さんチョイスでした。僕はもっと短いのをおすすめしたかったんですけど、実際、うんうん、に買っていただいたのはこの長いタイプを選んだ。すごいほらバリエーションあるじゃないですか、はいはいはい、ネプロスの場合って、はいはい、これにしたのはやっぱりトルク。そうです、もうちょっと長いの欲しいぐらいだったんですけど、あんまり長いとこう渋いし意味がなくなっちゃうんで、まあこれがいいとこかなっていうんで、うんうん、トルクをかけたいんで、なるべく長いやつ。なるほどね。あとは今回、私物工具が私物工具、
これ私物工具集。はい、これはこれはあれじゃない？これマックじゃないですか？これ違います。え、これ何これ？これアメリカのこの手の工具リスルとか、ね、ライル。ライル、あ、ライル。うんうん、ライルのあれね。これは？これはちょっと旧車のエンジン組む時とかにすっごい便利なのがですけど、うんうん、この向きにこうヘッドボルトを5本締めなきゃいけないです、うん、隠しに。はいはいはい。その時に締め代は結構長いんですよ、うんうん、25ミリぐらい再目で締めていかなきゃいけないんで、うん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 、とりあえずあの締めるだけはこれでやって、はいはいはい、ザックまでやって、はい、で位置出して最後にトルクアダプターでこう締めていくっていう時にこれないと本当すごい時間かかる。あ、要はここのブヨンってやつですね。でしかもこんぐらい柔らかくないと、これね、これいろいろこのほら硬いのもあるんですよ。で、ありますね、柔らかすぎると力入らなくて嫌だっていう人もいてね、はい、で昔あのほらあの KTC とかでもボニョン硬いのあったりね、硬いのあったりね、うん、で僕の場合エンジンオーバーホール後に使うんでネジが硬いとかないんです。絶対その前にネジが必ずスルスル入るように。なるほど、ね、これマグネットついてるの？マグネットついてる、ね、うん、なんで逆にこっちぐらいフレキシブルじゃないとちょっとあの5箇所あるんで締めづらい、うん、ここにマグネットがついてるんでこう入れた時にここからマグネットがあるんで使った時にビスをこう吸い取ってくるっていうね、そういう機能ですね。これ首振りのトルクスね。そうですね、角度をつけられるやつ。あのハーレーだとハンドルのスイッチに25とあの27を使うんですけど、それの時のあのスイッチもミラーがあったりするのところにネジがちょっと斜めで締めてこう、うんうんうん、斜めにしても使える、はい、使えるやつ。トルクスね。ベラっぽくない？あの、ママベラでしたママ兄弟です。そうだね、まあドイツもんなんでね。本当だ、同じ。やっぱベラっぽいね、はい、絶対欠かせるこれです。ちょっとこれさ、本当に人気なんだけどさ結構安い工具じゃないじゃない。で、これすごいバイク乗りの人めちゃ使うよね、これね。これどこで主に活躍するんですか？ほんとどこでも使えるんですけど、うん、結構スパナだとここに食い込んだりして、うんうんうん、あの黒いやつとかだと白くなっちゃう、うんうんうん、あアルミフィッティングとかそのこれステンレスがあったりアルミがあったりいろいろ材質も様々なんですけど、うんうん、どれでももうこれで、まあ、一番こう相手を痛めないで、うんうん、つけれるのでかなりあちこちに使います。あとはこういうメッキの化粧のネジをやるときは工具だとやっぱここにこうコンコンって当たった跡がついちゃうんで。なるほど。でこういうところでコンと、はい、行くのとかにはだから結構メッキとかその装飾系のパーツが多いんでそれを傷つけないでつけるっていうんだろうと、これが多分一番適してるんじゃないかなと。これはあのマック時代は持ってなかったんですか？持ってました。あ、やっぱこれはいいんだ。もうこればっかりやってました。これマック、基本クニペックスは OK だ。クニペックス OK で、あとはこのプラグレンチね。プラグレンチこれですね、うんうん、これがまあいろいろスナップオンとかまあいろんなの使ったんですけど、うん、まあ薄いのとあと磁石なのでまあ昔だとゴムだったりすると抜けたり抜けなかったりで、はいはい、熱いプラグを外す時とかはこっちの方がいいのと、僕とかとこれがついてないと、はいはいはい、あのバイクによってはこうこれでしか単品でしか入らないんで、はい、それで回せるんでこれがすごく。これは何、薄いチョイス？いや、これは西田さんチョイス。はい、ネブロスの薄いってのがいいんでしょ、はい、ね、やっぱりあの、うん、すごい薄いっていうので磁石の感じとか含めて、磁石強めですもんね、はい、このメーカー。あとこのリングゴムね、これ地味にいいです。はい、これはあのリペア効きますんでね。そうですよね、うん、あの色変えたりする人もいるんですね。これ最高です、うん、そしてでこれそれですね全部耳に入れ替えたんですけど、まあ、これで使ってもいいし、これビットホルダーでこれでやるとどれでもこうこの辺のでやるときに16分の3と4分の1結構あちこちでこう使うときにちゃちゃっと先端だけ差し替えて
いける。ちょっと薄井君、これうちの新製品紹介した？ちょっとこれこれ DJ のまあ新商品ですけど、これまあはっきり言ってこれここのまあ、はい、ここはね同じですよ、うん、ね、これこう切り替えもついてて同じ、はいはいはい、なのでビットの差し替え式なんだけど、うん、こっちね、これおこのクリアランスでいけちゃうと、これは、ね、いいっすね、薄くてね、だから普通ラチェットつけるとこんな、そうですね、クリアランスないとこ絶対入らないじゃないですか、この高さはだいぶ魅力的ですね、いけますよねこれね、はい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 、ね、長さんこんぐらいあると結構いい感じです、ね、そう、もうほぼほぼこれと同じ感じで力もかけられると、はいはい、こう外しやすくていいっすよ、ね、でこれを PB のビットに、こちらが全部 PB に変えているっていうね、はいはい、うん、ぶっちゃけたとこ大体使えれば何でもいいんですけど、見た目が気に入ったりどっかそういうのがあるだけで言ったのこれナノコーティング、もうご存知でした、あ、しました、で種類ごとに色が違うっていうのは、あ、そういうのとなんかもう、これが気に入って使うんだったらそれでも、ね、全然 OK なんですけど、これね、なんかナノコーティングのビットってすっごいなんかこう大量生産でバーってやってる感じするじゃないですか、はいはい、ちっちゃいし、はいはいはい、僕でも PB のスイスの工場で、はいはい、このナノコーティング担当のおじさんってのがいて、そういう人が一個一個こうこうやってセットして、バーってあ、そうなんですか、すごい純朴なんですね、あ、そうなんです、あのスイスの山の中からの人のいるおじさんがこれ見ちゃうとね、うん、高くてもしょうがないは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 い、っていうもんですよね、あ、これもだね、これね、これは便利ですね、うん、ハーレーだと結構大きいタンクの場合、こことここでこうバイパスさせてるゴムが、まあ、ホースがいるんで、うん、タンクで圧着の時とかにこれでこう片方掴んでっていうのとかにはすごく便利です、軽くてちっちゃいんで、どうしてもあのハサミ式はこうプランってパーンってぶつけた時のあれがあるんで、あのこれはすごく便利、マックバンで買うようになって結構長かったでしょ、めちゃくちゃもう20年ぐらいになるじゃないですか、20年買ってほとんど買い尽くした感、ほとんどもう買い足すことほぼなほぼなっておっしゃってましたよね最初ね、でも薄井くんのせいでしょう。すいません。いろいろおすすめさせていただいて、はい、なんかすごい今新鮮なこう気持ちで、ありがとうございます。本当にもう、ね、工具屋冥利尽きるねこれ。ちょっとまたネジを開け閉め楽しいですね。なんか僕でもほら前もさ言ったけど、このバイクってそのなんかほら。あの乗ってる時の音とか、はいはい、匂いとか、はいはい、でその特にハーレーって、はい、そういうのに敏感じゃないと、ね、ちょっといけないバイクでしょ、なんかクシャクシャクシャって言った時にあれとか、はい、でそこをすごいこう研ぎ澄まされないといけない乗り物で、車と、まあ、車はそうだけど、ね、バイクってハーレーはすごいそういう乗り物 で、ね、はい、でそうすると工具もそのなんかこう音の違いとか、はい、さっき言ったその12ポイントのね、10ミリのネジにフィットして回した瞬間に手に伝わる感覚が全然違うんだよっていう話をこうやってした時でも、多分これうーんって聞いてる人と何言っちゃってんだよって思ってる人いると思うんだけど、そこはね、そこどうでもいいと思ったらなんかあんまりね、あのこうバイクも楽しめないし工具も楽しめないってことがあるけど、そういうのありますよね、やっぱね、バイク乗りで、そうですね、改めてメイドインジャパンの凄さをこう体験して、え、ずっとマック使ってたのね。すごい。でも中身は全然違う。はい、もう西田さんオリジナルなドライバーなんかはリーハー。で、コンビネーションはハゼット。ドライバービーハーですね。で、で握り物はクリペックス系が多くて。なんかあれだね、もう工具好きのファクトリーギアのお客さんって感じで、もうね、それはね。エルレン PB で。はい、はい、ですね。だってなんかビーハーのクラシックドライバー。はい、僕あの四角好きなんですよ、マックも、はい、ある今夜もうない、売り切れちゃった。俺さ、あれさ、うちのあの海外仕入れの担当がさ、あのクラシックドライバーね、こちらです。ないから、最後ないから出てた、今出た、はい、今出た、ね、これさ、あれ仕入れるって言った時に俺絶対これよっぽどマニアの人しか買わないと思ったの。だってめちゃくちゃあれって、はい、あの形って、はい、その例えばヨーロッパのドライバーっていうのはほとんど今あのこういうソフトグリップのぶったやつでしょ、はいはい、でもあれ本当のクラシックドライバーで、はいはい、あれって実はその元々は多分アメリカのドライバーなんですよ、はい、オリジナルが、はいはい、で
あの PB がドライバー作った時に PB が最初に作ったドライバーっていうのは完璧にアメリカのドライバーのその参考書みたいなのを見て作ったので、うん、だから PB のクラシックドライバーもあれと同じじゃないですか、あの形じゃないですか、ね、アメリカのね、あの要はクリスタルタイプで、だからあれってデザイン的に言ったら多分60年ぐらい前の、60年とか70年ぐらい前のデザインだと思うんですよ、はいはい、で俺これは売れないだろうって言ったらねいや世の中に本当にお好きな方がたくさんいらっしゃいましてありがとうございますと、クラシックなお好きな方がいらっしゃってあれ何がいいんですかやっぱ、だって力入んないんですよね、エルゴが嫌なんです。え、あ、そういう人いるんだよね今もね、なんか工具っぽくないんだ、うん、いやそんなに進化しなくても自分が立ち話もなんだろうエルゴが嫌って人いるよね、そんなやってもらなくて自分でやれよって思っちゃって、エルゴそんな握り方を考えてくれなくてもそれあるなもんなりに握ってやるから大丈夫ですって言って、であとあの僕なんでマックもあの真四角のグリップしか持ってない、 あれあるね、最近ほらスナップオンもさもう昔のグリップなくなっちゃってさ、あのやっぱりこうぶっといでしょ、ね、あれ嫌だって人多いよね、はい、あれ僕は好きじゃない、打ち替えてる人も多いですし、あ、ね、でもなんか僕はでもあの B 波のあのクラシックドライバーこれねこれ使う人ってなんかね、おじいさんのイメージしかなかったのなんか、でもきっかけはループドライバーです。今回多分買い始めたのあれからです。頑張ったね、ビーファーね。どうなんですか、はめちゃった。いや、あのね、まさかこんなにはまっていただけるとは思わなかったので、うん、本当にありがたい限りで。うち2回言ってましたね、はい、もうびっくりしました。本業大丈夫なのかなってぐらい聞いていただけて、でいつも奥様がこう2階に迎えに来る感じこれ戦いね、いつもね日本全国の奥様、いいですか、工具がお金を生み出しますであの、ね、飲んじゃうとなくなっちゃう、そうですね、そうですね、工具はまあ残りますから、はい、ね、いい仕事すればまた、ね、そうそうそう、お金にもなるしということでね、はい、うん、で、薄井くんはどうなの、最近買った工具、あ、お気に入り工具あるよね、薄井くんのね、最近買った工具、あ、ですね、うん、いいですか、いいよいいよ、僕最近気に入ってますね、これがまず一番よく使ってます、これすっげー好きだよね、僕大好きな、お店でくるくる回してるもんね、だってね、そうです、で、みんなこう興味を示してくれるんでで、あとちょっとごめんなさい、西田さんとちょっと違う、うちのこれと、これとなくしてんじゃんよ、ごめんなさい、あとこれと、あとですね、ちょっとこれ、あとこれと、これがあると大体ですね、僕今の自分なんでこれブルポンのこのでっかいやつ使ってるの、ですね、うん、あのディーンの買うお金が今ちょっとないので貯金してる、ブルポンの方が安いから、昔学生の頃買ったのが得意なので、じゃあもうなんか学生の頃、はい、25年ぐらい前、生意気に僕学生の時から番電話で呼んで買ってたんです、お坊ちゃんだ、お坊ちゃんじゃ、バイトが入るとそのお金、今日これしかないのでこれで買えるものください、じゃあもうこれ25年ぐらい使ってるの、それぐらいになるかもしれません、ここ最近はもう本当にこれ便利です、西田さんこれ知らないこれ新しいやつ、知らないです、あ、ごめんなさい自分で使ってすいません自分で買って満足してますこれちょっと説明してよ、これですね、1本でまずこれ渋一のソケットが刺さります、こんな感じで使います、早回しできます、でなおかつここ見ていただくとスライドさせると今度ですねビットが刺さるように仕様が変わりまして、普通なんかこうアダプターつけたりとかしてビットにしたり渋位置にしたりするんですけども、この状態で今度ビットが、あらすいませんすいません、変な方がやってるよ、酔ってるよ、もうこんな感じで酔っちゃった、寝てない今日まだ寝てないこんな感じで、なので本当はアダプターつけたりとかこの T ハンドル2本持たなきゃいけないところが1本で全部仕事ができるのと、自分はあまりこう今バイクだけ整備するようになってあまりこう重整備しないので8分の3のソケットとかラチェット使う機会が少なくなったもんですから、これが1本あると大体できて、でなおかつこうそれが嬉しいんでしょ、そのスピーダーのさ、でなおかつ力かけたいときはこうしていただくと、こうどうですか西田さん、今のトークで欲しくなります、すごい、誰考えですかこれこれいいですよね、考えるなと、うん、ね、
まあね、これ D&J なんで、これからさらにちょっといろいろブラッシュアップしようっていうんで、D&J っていうのはこうディーンの、あのジュニアでディーンの子供っていう、はいはい、で位置づけで、まあ、本当の立派なディーンになるためにいろいろと皆さんに使っていただいて、その、まあ、ご意見をいただくみたいなのなんで、価格的にもすごい抑えて、まずこうみんなが使った上で、例えばここポリッシュがいいとかね、うん、ちょっともうちょっとこういう風にしてほしいとか、なんかそういうアイデアをいただくためのも、もしかするとそのままディーンになっちゃうかもしれないし、うん、僕 T レン全然使わないですよね。これね、使う人と使わない人多いね、 T レンチはね、うん、逆に今持ってらっしゃらない方ほどこう使ってみようっていう感じが、これやっぱブレがないので、はい、あのネプロスなんかはさ、逆にここをわざと重くしててね、こう回した時にそのなんかこう遠心力でこうグワーって、だけどあれも好き嫌いあるよね、そうなんですね、なんかこうって、これはもうハンドル自体軽いってやつなんだけど、あ、それネプロス、これはね、これ使ったことあります、これ回してみるとね、今のと回し比べてみると全然違いが分かると。これもたまんないでしょ、これなんかこの見てるだけでちょっとこれ分かるでしょ、これちょっと、これね、これもう出た時から俺回した瞬間から、あのこうやってる感がすごいよね、ここが重いですよ、でここが細くなってるんで、これを普通に回した感覚とは多分全然違うと思う。いろいろ考えてるんですね、みんな。そうよ、だからやっぱいい工具って、高い工具って、工具ってやっぱりその本当に値段が高いのには高い理由があるので、やっぱりちょっと手間がかかってるみたいなところが、これなんかもう本当芸術作品だよね、ある意味本当狭い世界で見てるってことで、おぎぎさん、はい、どうでした？バイク乗らないでしょ？昔乗ってました。え、何乗ってたんですか？でも国産ですよ、皆さんみたいなこう素晴らしいものじゃなくて、まあ、中型免許しかないんで、はい、中面で何国産なんですか？でもね、ニュースさんも国産だから、はい、結構いろいろ乗ってました。あ、そうなんですね。最初は CBX とか、あの辺のこう4発のバイクが好きでした。はい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 。え、もしかして こういう系ですか？いや、そこまで。周りにいっぱいいましたけど。まあ、ということで今回もですね、今回は本当にユーザー寄りのユーザー目線で、まあ、あの本当ね、20年いろいろ工具見てきた人が、自分のお店の2階に工具が来たらまだまだいろんな発見があったっていう体験談をちょっと伺ったと。ということで、あの割とすごい本当にシンプルな、みんながよく使ってるような工具なんだけど、でもやっぱり発見があったっていう部分で言うと、まあちょっとね、工具の面白さを少し皆さん感じていただけたんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひですね、もうとにかく工具ってね、こんなもんだとか、こういうふうなものしかないんだじゃなくて、新しい工具がどんどん出てて面白い発見あると思うんで、皆さんちょっとね、また工具見ていただけると西田さんみたいに楽しめるんじゃないかなと思います、はい、そしてあの東京ウエスト店、ハーレーのカスタムショップの上にありますんで、まあ、1階であのジョイラダさんでね、あのいろいろハーレーのカスタムの話を聞いたりとか、バイク見せてもらったりとか、あとまあバイク買ったりとかですね、あの僕もジョイラダさんで買わせていただきまして、で、薄井くんのバイク自慢聞いたりとかですね、あと薄井くんの、もう身勝手なトークの中で工具買っていただいたりして、あのこれで出てましたねとか言うと喜んでやってくれると思いますんでね、あのぜひあのファクトリーギア東京ウエスト店、これね、駐車場ないと思ってるかもしれませんけど、ありますからね、車でもアクセスしていただけますし、あの周辺にもいろいろお買い物ポイント、目の前がスーパーオートバックスだったりするんで、そちらでお買い物を楽しんでいただきながらこう来ていただければというふうに思いますので、ね、ぜひ皆さん、ファクトリーギア東京ウエスト店とジョイラードさんちょっと寄っていただいて、で帰りは銀座で、ね、おしゃれに飲んでいただくと。ということで、おぎぎさんもぜひ一緒にちょっと行ってみたいと思いますけどね、今日もね。それでは皆さん、さようなら。あ、これね、ありがとうございます。ドライバー、これいい、すごいいい。何がいいですか、これ。あの、今まで Mac だったのこのビットの、あー、これ外れるの知ってます？先っちょ2分の1だ。あ、本当だ。これ知らなかったすいません、説明が漏れておりました。聞いてかもしれないお買い物モードです。お買い物タイムありがとうございます。真剣だいつもなんか上袖でもこんな感じですあ、お疲れ様です。
ました。